はい、皆さんこんにちは、セナです。今回ですけども、ツインモーションを初めて触っていきたいと思います。まずですね、ツインモーション開けたら、この画面が絶対出てくると思います。まあ、これなんですけど、このパン、オービット、ルックアラウンド、まあ、見渡す、見回すですね。と、この、何ですか、探検できるのと、上げ下げっていうのあるんですけど、ここは多分 PC のゲームとかでも操作方法が多分あんま変わんないんで、わかると思うんですけど、こちらですね、パンとオービットとルックアラウンドについて少し説明しつつ、植栽とか、キーとか、あと人の置き方の説明をしていきたいと思います。まずこのバツを押しましたら、こんな感じになりますよね。で、パンってね、何なんやって言いますと、このマウスのくるくるするところありますよね。それをギュッと押した上で、マウスを下に向ければ上に行けます。地面を押し上げるように。逆に上に行けばこう行くっていう。これをパンと言います。で、逆にオービットは何なんやって言いますと、このシフトを押した上で、U ですね。アーキキャドと同じです。アーキキャドと同じようにこんな感じでぐるんぐるんできるっていうのがオービットですね。で、逆にじゃあ見回す何なんやって言いますと、クリックの右側ですね。右クリックを押しつつ動かすとこんな感じで、アーキキャドでいうあの一マークを押した時の探検モードですね。と同じような視点を持つことができるというのがルックアラウンドですね。こんな感じで好きなように見ることができるんですけど、植栽とかを置いていきます。こういうの選びますよね。あの、ツリーやっていきますね。例えばこのキーを選択して置けます。置けます。まあこんな感じかな。こんな感じで置いていきますよね。もしここにペコペコないんで林を作りたいとしますね。じゃあ、こっからこうやって置いていくのはいいんですけど、一個ずつじゃないですか。長押ししてもできないんで。で、その時どうすんねんと言いますと、ここなんですよ。ここを押していただいて、このベゲテーションでやりたいやつを、これやったら、こんな感じで引っ張ってきて、ここにあるやつですね。ここにあるやつを選択したら、こんな感じで円が出てきます。で、ここを見てください。10メーターの範囲で、デンシティ密度が 100%。っていうことなんで、ここをクリックして、でかっ。あ、芝生にしましょう。この芝生にします。クリックして長押しするとこんな感じで好きに芝生を作れるっていう、今みたいにマウス早く動かしすぎたら無理なんですけど、こんな感じで芝生を、芝生じゃなくても木もできるよっていう、例えばこれだったらこんな感じです。なんせここら辺を木だらけにしたいっていう時とかはすごい便利だと思います。まあこれをまあ説明した上で、このキーですね。ちょっとこのキー、この角度嫌やわとか、あ、やっぱこの場所嫌やってなった場合、一旦エスケープしていただいて、キーを選択します。すると、この黄色い丸が出てきますよね。この黄色い丸を持つと、押さえ配置、もう一回置くことができます。で、あとはこのラインに沿ってですね、ラインを持つとこのラインしか動かないようであったり、この平らな面を持つとこの平面上しか動かないようであったり、この円弧状のところを持つと角度変えれるようであったりですね。で、これとこれは何が違うのか、平らとこの玉は何が違うのかと言いますと、例えばこの地面が曲面デコボコだとしますよね。デコボコだった場合、この平らなを持ったままでこぼこなところ行っても、このレベルでしか動かないんですね。ただこの丸を持ちながら行くと、そのでこぼこのところでも、再配置してくれるんで、例えば斜めに木を植えたりすることができるっていうのが、こいつとこいつの違いです。わかりましたかね。まあ、こんな感じで木とか、芝生とか引いていったらいいのかなと思います。超基本操作なんですけど、まあ、ここで詰まる方も結構多いと思うので、今回はこれを説明していきました。今回の動画は以上になります。ありがとうございます。